おはようございます。釣り子 TV です。メガバスのね、こんなバッカでっかいね、ルアー。これを一つ買ってきてみましたよ。ね、名前はコノシラスシャッドってことで、シャッドなんでね、リップがついてる大型の、何ですかね、クランク、まあシャッドって書いてあるからシャッドなのかな。早速ね開けていきたいと思います。でカラーはねこんな派手なね、これなんてカラーなんだろうな、 DO チャートコノシロっていうことみたいですね。まあまあ、じゃあ早速、いやー、あ、思ったより薄いね、えこんな感じなんですけども、薄いですね。結構ね、重さずっしり手元に来ますけども、で、特徴的なこのリップ、ね。リップがついていて、これのね、リップがついてないものもね、横に売っていたんですけども、これね、1個3200円っていうことで、お高めのルアーだったんで、ああ、どうしよう、リップ付きにしようかな、リップなしにしようかなってね、しばらく釣り具屋さんで悩んで、リップないこの手のは結構いろいろ持ってるからな、リップ付き買っちゃえってことで、こんな感じのね、リップが付いているやつにしてましたよ。背中にはね、こんな感じでメガバス、コノシラスシャット、カッコ F って書いてある。フローティングっていうことでいいんですかね。で、まあ、針はね、ごっつい丈夫そうなね、これだいぶ大きなね、でんごつい針がついていて、でね、ここね、くるくる回るようになってますね、ここ。スイベル。ね。で、後ろも、スイベル、これくるくる回ってるんですけども、こんな感じのギミックが搭載されていて、フローティングでね、150mm の 70g だよっていうことなんで、そうですね、まあ 150g ぐらいまでしょえるよなんていうビッグベイトロッドとかだと、快適に使えるんじゃないかなね。フローティングだよっていうのを強調して書いてありますけども、裏にいろいろ説明書きなんかも書いてあるんで、ちょっと見てみたいと思いますけども、コノシラスシャッドは、コノシロパターン特化型プラグ、全長 150mm の大型扁平ボディの目を見張るパフォーマンスは、経験を積んだアングラーならその効果を容易に想像できるはず。実際のコノシロにより近いボディサイズ、シルエットでデザインされたコノシラスシャッドは、レギュラーサイズのルアーでは反応しないランカーシーバスや青物等の目の前に圧倒的なインパクトを持って迫ります。全面投影面積を縮小化させたクランクビルは、大型ボディを少ない巻き抵抗でリトリーブすることが可能。腹部に低重心配置した高比重ウェイトは、キャスト時に 20g 以上ものウェイトがボディ後端に移動し、圧倒的なキャスタビリティを生み出します。スイム時は即座に低重心配列でポジショニング、鮮烈なロールとフラッシングを発生させ、この白群の周囲や低層に位置して捕食チャンスを伺うフィッシュイーターへ猛烈にアピールします。この白を変色するセレクティブなビッグフィッシュに対して、このシラスシャットの驚異的な威力をぜひ体感してください。3連式重心移動システムが入っていて、オリジナルのこのクランクビル、それと超低重心バランサーマントっていうことで、ね、ちょっとねこの色なんで見えづらいんですけども、ここにこんな感じで図で書いてありますが、3つのねボールがゴトゴトゴトっとね、このねできるだけ後ろに移動することによってめっちゃ飛ぶよっていうことなんですけども、このシステムはですね、カナタですね、あの超巨大メガバスのねミノーのカナタに採用されていたシステムで良かったんじゃないかなと思いますが、まあね、カナタはね、ほんと遥か彼方までめっちゃ飛んだっていうね、まあ未だにね、あの夜のシーバス釣りとかでは使ってるんですけども、まあとにかく飛びが良かった印象なので、それでこの薄いボディなので、飛距離の方はまずね持って間違いないんじゃないかなってね。まあ
だ飛距離がね必要なのかいっていう感じですけども、これねよく書いてるこの城パターンなんですけども、まずね結構ねこの城の群れから外れちゃうとねっていうところがあって、この城にゴツ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 ぶつけて、でまあ下から食い上げさせるなんていう釣り方があるんですが、そのこの城の群れを探すときにね、魚群探知機とか船で走りながら、探したりとかはあるんですけども、一番まあね自分なんかよくやるのは、とにかくよく飛ぶルアー、まあメタルバイブとか使ったりしますけども、投げてこっち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 ってこうね、この城にぶつかるところを見つけるんですよね。もう投げたらね、一発でね分かるんですよ、この城ってなんかねコリ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 ってね、こうね何かにぶつかってるなーなんていうね感触が手元にね、ナイロンラインとか使っていてもね、すごいよくわかるんで、そういった使い方をするときにまず持って飛距離があるといいなっていうことで、この重心移動でカット飛びそうなこの感じはまずね使いやすそうだなっていうことで、でこう下の方に低重心化することによってこうパタ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 多分小気味よくねこのリップと相まって動くんだと思うんですけども、で針もねだいぶ重い針背負ってるんで、結構低重心でこうキラ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 動いてくれるのかななんていうふうに思いますが、これによってでリップありかリップなしかっていうところで、リップがあることによってただ巻きで使えそうだなと思って、もちろんジャーキングもしようかなとは思うんですけども、まあ最近ねこの城パターンよくやってるんですが、結構ね一日ね自分の場合ジャークすることが多くてですね、ジョイクロとかジョイクロマグナムとかね、まあそれこそコードネームバスとかもねこうジャークしてまあ使うんですけどね、手首が死んでくるんですよね。もういいってぐらいここがねもうねピリッピリに張ってね、体ぶっ壊れちゃうんじゃないかなってね悲鳴を上げてくるんですよね。そんな時にこのリップ付きのものであれば、ちょっと手を休めながらこうこの城の群れとかね探しながら使えるんじゃないかなと思ってね、ちょっと休憩体というか、まあ、手をね手首を休める時にこのリップ付きのやつ使いたいななんて思って、実際に今まで使っていたところだと、例えばリップ付きのサイレントキラーですね、あれなんかよくこの城パターンの時釣れるんですけども、あのねリップがね自動的にいい動きを出してくれて、それでもってねでかいシーバスもよく反応してくれるっていうことで使ったりとか、あとリップ付きのところでいくと、まあルドラなんかでねこの城の群れ探す時なんかもやっぱりリップ付きだから楽ちんでいいなーなんていうのとか、そんな感じでね一日ねリップなしのものジャークし続けるともうね肩とかも含めてねだいぶ辛くなってくるんで、そんな時にこのリップ付きモデルいいんじゃないかな。シャットなんて書いてあるから、まあシャットにしてはねバカでかいですけども、ちょっとね使ってみたいなーなーと思ってね、このボリューム感でリップ付きでこんなにね対抗があってね、ありそうでね結構釣り具屋さん覗いてみるとないんですけど、もうちょっと細長かったりですね、もうちょっと太かったりですね、いろいろそのコンセプトが違ってくるんで、一目見てねこのシラスシャットはなんか楽ちんそうだなって、もうほんと苦行みたいな釣りですからね、まあその分釣れたらでかいね、もう記録更新に迫るサイズが釣れるかもしれないとかね、いろいろと夢のある釣りなんですが、こういったルアーも含めて、今年のね、この城シーズンはねちょっとね体をいたわりながら乗り切ってみようかななんていう風に考えております。実際にはねまだねこの城っていうよりもあれこれビッグベイトとかでもねちょいちょい釣っているんですけども、この城っていうよりこれイナッコとかボラについてたやつが食ったんじゃないかなと、そんな感じのね釣れ方が多いんで、まだまだねこれから1ヶ月1ヶ月半ぐらいね、楽しめるんじゃないかななんていう風に思いますんで、まあ主にねその東京湾なんかだとチャーターボート屋さんねいろんなところにありますんで、横浜東京千葉方面ね、東京湾ぐるーっとね自分の好きなエリアでね、好きな船宿でこの城の群れ掴んでるとか
ね、あのブログとかね、見るとよくわかると思いますので、そんな情報も目にしつつ、この城ででかいのいっぱいラッシュですみたいなね、情報を見かけたらぜひですね、こういったルアーをいっぱい買ってですね、チャーターボートに乗ってみてはいかがでしょうか、なんていうふうに思いますね。はい、というわけで本日の、釣り子 TV は、メガバスから新しく出たですねこちらのプラグ、このシラスシャット、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。